皆様こんにちは、ひろひろです。いつもご視聴ありがとうございます。本日10月22日付の配信分のコメントになります。本当に残念ながらロシア軍によりますウクライナへの侵攻まだ続いておりますので、本日もウクライナの国旗とウクライナのカラーでお送りしたいと思います。1曲目、いつも聴いていただいております田口さんからリクエストをいただきましてありがとうございました。松田聖子さんが応対になりました瑠璃色の地球をフルートで演奏したいと思います。音源は YouTube からになります。そして2曲目、去る10月14日、日本で初めて鉄道が走ってから140周年ということでニュースになっておりましたが、1872年明治5年、新橋桜木町の間を初めて電車が走った日ということで、記念日になっております。ということで今日はテイクジエイトレインをアルトサックスで演奏したいと思います。今日はですね、ビッグバンド版ということで、いわゆるアルトの1番を演奏させていただきたいと思います。音源はリットーミュージックさんの、初めてのビッグバンドアルトサックス版、こちらになります。そして3曲目、ハーレムノクターンのファンクアレンジ、ファンク版になりますが、テナーサックスで演奏したいと思います。音源は YouTube からになります。本日も以上3曲、最後までご視聴いただきますようよろしくお願い申し上げます。また一日も早いウクライナの平和を心よりお祈り申し上げます。それでは以上ひろひろでした。ありがとうございました。